えー、こんにちは、タカさん。36話、どうもありがとうございます。じゃあ今回はですね、えー、画像をね、一切変えずに、単なる音声動画ということでお届けしていこうかと思います。もう今回はね、紙芝居ですらないです。ただ内容はですね、思考をぐるんぐるんと回転させて、えー、今までの 規定概念をね規成あの固定概念をぶち壊すような内容になってますんで最後までお付き合いくださいでは気になる男第37話でございますさあどのぐらい今回は気になる話が出てくるんでしょうかえまずねキーワードの一つ目後回しという言葉を36話にいただきましたこれはもともと35話で私が言い始めたことなんですけどもえ明日にしようとかね明日にしようとかそういうような発想っていうのがどうして 終わっっててるのかかこととをねお話ししようかと思います後回しにしてうまくいくことってないわけなんですよでも後回しにしてもうまくいったことあるよっていう人もいると思いますでもたまにあるんですよでも後回しにしてうまくいかなかったことが1,000個あるうちのうまくいったことが1個ぐらいじゃないですかじゃなかったらこんな音声動画聞いてないはずなんですよ、ね、もっとうまくいってるはずでしょで明日にして何でうまくいかないかっていうとだって明日には明日の用事があるでしょ じゃないですか明日暇ですか明日起こることを予測できますか予定されてますか明日には突発的に明日起こることが待ってるわけですよ。となるとですね、明日の用事も明日になったら後回しになるか、今日明日に伸ばしたことと明日の用事をダブルでやるかってことになっちゃうんですよ。でも、今日やることを明日回しにするぐらい余裕がない、処理能力のない人が明日になっていきなり能力ついてますかね明日の用事と今日後回しにした 今日の用事、両方こなせますかねで、ここでタカさんから一つキーワードがまた出てきましたけども、未来の自分は今の自分よりも有能になっているっていうね。これはほとんどの方が期待することですけども、まあ、半分本当で半分違うんですよね。じゃあ、この半分本当ってのをちょっと説明しましょう。どんな人が未来の自分が今日の自分よりも有能になっているか。それはですね、今日やることを今日やった人だけがそうなるわけですよ。 今日やら、やるべきことを明日に先延ばしした人に何の能力がついてるんでしょうかつまり、期待できるほど未来は大した自分になってないっていうことなんですよ。いや、そればかりか、年齢を重ねて、時間を重ねて、今日一つサボり癖つけてますから、退化した自分が未来に待ってるってことになるんですよ。この差は大きいですよ。で、これに気づかずに気軽に後回しにしちゃうわけですよ。で、ちょっとサラリーマン時代を思い出してもらいたいんですけども、 今でもね、サービス残業とか、なんか休日出勤とかね、徹夜で仕事したとか寝てねえよみたいなことを言う人がいますけども、あの、頑張ってる人には申し訳ないんですけども、単純に能力がないからです。残業するのは。ね、8時間で勤務時間が決められていたら8時間で終わっていかないと。もっと言ったら5時間6時間で終わって余裕ある2時間を自分で作っていかないとね。で、余裕ある2時間で、 新しい仕事に取り組んだりとか予習をしてみたりとか人を手伝ったりとかできるわけじゃないですか。あれだったら早く帰ればいいんですよ。はい、ノルマ達成しました。帰りまーす。って言うわけですよ。で、徹夜仕事もその延長線上で、徹夜仕事ってね、全然誇れることじゃないんですよ。だって、終わってないわけでしょオーバーワークしてるわけじゃないですか。だからサラリーマンでね、あの残業が美徳になっちゃってる人ってのが多分多分多いと思いますけども、あの、全く残業せずに、きちんと、時間にはね、 あの、うちに帰って、家族と一緒に過ごす時間を自分で編み出す人が有能なわけなんですよ。だってその、会社が体制整えてくれないと、何勤務時間内に終われないって一体誰を当てにしてるんですかって話じゃないですか。何しに来てるんですかってことじゃないですか。仕事をしに来てるのに仕事が終わらない人がいつまでも仕事ができるのかなってことなんですよ。もちろんね、素人のうちはいいんですよ。その仕事を始めたばかりとかね。 その業界に入り始めた、入り始めたばかりとか、素人のうちは残業したり、徹夜になったり、オーバーワークになったりすることもあると思います。時には先輩や上司に手伝ってもらったりとか、自分の終わってない仕事を周りの人にね、支えてもらって、恥ずかしい思いするのも仕方がないと思うんですけども、まあ、いつまでもそれじゃあね、どうしようもないですよねで。仕事ができるってのはどういうことかっていうと、プライベート、私生活に全く傷をつけずに、趣味をやめることもなく、仕事もちゃんとこなすことだと思うんですよ。 そういうふうな360度全方向に両立できることが仕事ができる人じゃないですかね仕事をするがあまりなんか家族が犠牲になったりとかねで約束をすっぱかしたりとか自分の時間がなくなったりとかこれ一体誰のせいなんだということなんですようんその仕事を選んだ自分が悪いのかもしれませんし給料は安くてももっと楽な仕事を選ばなくちゃいけなかったかもしれませんしただ単にその仕事についていけないってことかもしれないですよね でも、いや、うちの仕事、ね、特別なんですとか言い始める人いるんですよ。うん、素晴らしい特別な仕事じゃないですか。ね。まあ、この前ね、まあ、菅総理の長寿の話をしましたけども、菅総理も総理大臣をやっていた時代、七時には、なんか、官邸に戻ってたらしいですね。つまり家に戻ってたらしいんですよ。まあ、すごいですよね。だから、緊急時に備えるために、緊急じゃない時は、自分の勤務時間を守って家に帰ってたらしいんですよね。 で、そういうふうに、いろんなものを温存して余裕を作っているからこそ、緊急時に対応ができるっていう考え方みたいですけどね。はい。でね、どんな仕事もそうなんですけども、経験を重ねると、きちんと仕事をしているとどうなるかっていうと、作業が早く段取りよく、正確になっていくわけなんですよ。で、一年目で、えー、余裕がないのはしょうがないんですけども、3年、5年、10年と続けていると、その仕事ってのはどんどんどん,どんベテランになっていって、 あっっとといいうう間ににこななせるようになっていくとかね正確さももう比じゃないぐらい上達しているとかつまりフェーズが変わるわけなんですよ一平卒からですね中級士官に変わっていっていずれ大軍の将になるようにその仕事で生き残っていればどん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 格が上がってきてですね従える人が増えていくんですよねでついてくる人も増えるんですよいやこれはファンが増えるってことじゃないんですよその道で働いていきたいっていう人がだん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 自分の 後輩とか下に、ね、ついててくるってことなんですよこれはサラリーマンじゃなくても同じですけどね多分タカさんが今ねあの自分の教室をしているっていうのはもうそこに来てるんじゃないかなと思うんですよ自分一人を稼がせるんじゃなくて自分じゃない赤の他人を稼がせるっていうフェーズに入っているとタカさんに学びたいって人を、えー、抱えていけるような力量になってきたと思うんですよねこれは一人自分のことだけでアップアップしてる人にはまあ不可能なことなんですよ 素晴らしいんじゃないですかなと思いますね。これがまず1個目にまとめたいことかなと思います。じゃ2つ目のね、キーワードで、時間の余裕って言葉出てきましたよね。まあ、時間の余裕があるから勘違いするみたいなことだったと思うんですけども、さあ果たして、時間の余裕なんてあるんでしょうかこれ全ての人に言えますけども、時間の余裕ってあるんですかいや、大したもんだと思いますよ。人生が1万年ならね、 時間の余裕って生まれてくるかもしれませんけども私たちはどんなに頑張っても100年ないわけですよえつまり時間の余裕って最初っからないわけなんですよ最後までね多分死ぬ瞬間までないですよでこの時間の余裕があると思ってる人は単なるね見識違い勘違い、い、い勘知らず、分かってないんですよ人生ってむちゃくちゃ短くって特に何か希望や欲望を持つとあっという間に過ぎていくんで叶わないわけなんですよね で、最速で走り抜けないといけないんですよ。うん。で、子供の頃はね、それに気づかないんですね。もちろんそれはしょうがないです。で、子供の頃がいつ終わるのか、それは10代で終わる人もいれば、20代、30代になっても子供の頃が終わらない人もいるんですよ。場合によっては40代、50代でも子供の頃が終わらない人がいるんですよね。まあそうなるとね、徐々にわかるはずの人生の時間がないという、この概念。ずっとわからない人もいるんですよ。で、残念ながら、大半の人がそうなんで、 時間の余裕って言葉が出てくるんですよ。暇になったらみたいな言葉出てくるんですよ。まあ、今暇みたいな感じになってくるんですよね。いや、暇なんて人生ないんじゃないですかね。いやそれをこれからもうちょっとねお話していこうかと思います。あのそういうふうに人生に暇がるって錯覚してる人はあっという間にすぐ枯れ果ててしまいますから、いや本当にねそういう人に巻き込まれないようにしないといけないです。 時間の余裕なんて誰もないですからね。だからそれこそ昼寝する時間もないわけですよ。うん。だからね、なんで人間で眠くなるのかなそこに憎しみを感じるぐらいじゃないと、いや本当にね、人生が短いってことに気づけないんじゃないかなと思います。そして、一つの動作が二つとか三つの意味を残せるように、えー、行動していくようになるんですよね。まあ、そこはまた別の機会にお話し,しますけども、あの、お金の問題ちょっと変えてみましょうか。あの、人生の時間っていうのが短いってことに気づいたら、 そんな人生の大半をね、金を稼ぐこと、もしくは生活費をなんとか捻出するためだけに、どっかに勤めに行くことが、バカバカしくってできなくなるはずなんですよ。だからね、金の問題なんてのはすぐに片付けた方がいいなと思いますね。あの、金の問題すぐ片付けて、もうそれで人生終わりじゃないですから。なんせね、よく人は言いますよ。いや、お金が全てじゃないよってね。分かってるじゃないですか、そこだけは。お金が全てじゃないんで、 お金の問題は人生の前半でもう片付けておきましょう。お金の問題がなくなっても、まだまだ人生の問題出てきますから。というかそこからが勝負ですからね。まあ、いくらね、お金があっても人生の問題なくならないんですよ。でもほとんどの人はお金の問題っていう一番最初の問題でつまずいて、それだけで人生終わってしまって、まあ、ともすればね、全く余裕がないまま、時間の余裕じゃないですよ。 お金の余裕すらないまま過ごしてるわけですよ。さあ、ここで、時間の余裕がないばかりか、お金の余裕すらあなたはないでしょっていうふうなことが突きつけられます。時間っていうのは天から与えられたものです。自分の寿命は決められません。だから、まあ言ってみればしょうがないところもありますけども、お金っていうのは人間が作った創作物ですからね。つまりは人工のものなんですよ。で、人間が作ったものを人間が扱えずに、ともすれば、 人間が作ったお金に人間が操られているっていうところに、やっぱ気づくと、やべえの早く抜け出さないとなっていうふうに思うかもしれないですね、うん。まあお金が全てじゃないって言葉の意味はそういうところにあるんだと思います。早くお金の問題を解決して、お金をこう考えなくてもいい世界にはどんな問題が起きているのかってことをしっかりと見つめていかないといけないんじゃないかなと思いますけどね。えー、それではですね、最後は、稼ぎ出したらなんで挫折するのか。そして、挫折からなぜね、 成功が生まれ出すのか、挫折からどうして稼ぎという道が始まるのか、それについてお話していきましょう。ここではね、またちょっと思考をぐるっと変えていただいて、過去、今の自分の力にするなということで、ね、お話していこうかと思います。まあ、過去の実績っていうのは、皆さんそれぞれ誇らしいものを持っていると思いますけども、まあ、この考えが倍良くないんですよね、えー。例えばね、私がね、あの、まあ、十代の頃にものすごく速く走れたと。 100メートルをね、13秒で走れましたって言っても、今それ持ち越せないじゃないですか。つまりは、その一番自分が最盛期だった時の、その栄光が未だに続いてると思って、自分の考えに登ったりとかね、誇らしげに人に話したりすることが、いかにね、もう痛々しいことかってことにも気づかないといけないんですよ。昔こんなことがありましたとかね。10年前はこういうふうな売り上げを上げました。それは10年前のあなたがピークだった時代の話でしょ、と。じゃあピークを今何、何迎えたんですか、過ぎたんですかってことなんですよ。 だって過去の栄光を持ち出すってことは今大した結果が出てないってことなんですよ。まあつまりね過去の栄光は今日に持ち越せないわけですよ。後回しにしたことは今日という現実に覆いかぶさってくるんですけども過去に味わった栄光っていうのはね今日に持ち越せないんですよね。つまりは不連続なんですよ。今日の栄光は今日を作るしかないんですよ。つまり 昔やったことを今に持ち込んだりとかね。過去はこうでしたっていうことを語ることとか思うことっていうのは、つまりあぐらを書いてることになっちゃうんですよね。うん、だからね、この辺の気持ちもね、あの、早く捨て去った方がいいかなと思います。まあどうしてもね、昔こうだったとかね、うん、学業が良かったとかね。なんか出してくるんですよ、そういうのをね。うん、もちろんそれは、あの、人間の心理として言いたくなる気持ちはわかりますけども、じゃあなんで今その程度なんですかっていうふうな、 こういった現実も、表裏一体で持ち込んでるわけなんですよね。まあだからね、やっぱ多くの勘違いってのは、の自分が過去に有能だった、その一点を取り出して、全部がそうなんだとかね、未来永劫そうなんだって思い始めてることとか、あとは後回しにしても何とかなると思って、未来に期待すぎること、この二つじゃないかなと思いますね、えー。そして気持ちの問題といえば、気持ちの問題。 あのどのようにね考えていくかなんですけどもまあこれはねたいといいいとう強い思いだと思いますただ他者を出し抜いてもっていうのはサボっている大半の人のことです同じように自分の人生をきちんと成り立たせようと思って、えー、戦ってる人とは多分ね同志のような共感のようなまあいいライバル関係っていうのは築けると思うんですよ で、サボってる人ってのはものすごくよくわかるんで、早く置いていった方がいいですね。そういう人に関わる必要は全然ないんで、えーまあ、自分だけが先んじて人生を成立させたい、他者を出し抜いてもっていうのは、そういうふうにサボってる人に関わるなとかね、成長進歩をしたくない人には関わるなってことなんですよ。まあ、要するにそういう人ってのは、まあ、人のね、動画のコメント欄になんか嫌なこと書いたりとかね、批判ばっかりしたりとか、 あももしししくはねそういうふういいいいな批判をたたりととか人あ嘲笑うコミュニティいわゆる第話話ぐらいで話したと思いますけども時間の無駄コミュニティにいる人たちなんですよ。だからその人たちのコメントが見えるってことは自分もそこに扉を開いちゃってるってことなんで、早くそういうところから離れてね、時間の無駄コミュニティの扉から随分離れていることとか、時間のコミュニティに出入りしてる人とはもう一切ね、口も聞かないとか目をも合わせないぐらいの、この気持ちで持っていかないと、 まあなかなかかなななな自分も巻き込ままれちゃゃうんじゃないいと思いますなぜなら時間の無駄ってのはものすごく面白いからなんですよ、うん、だから時間の無駄なんですけどね面白いだけで終わりみたいなね、うん、もちろん人生っていうのは楽しまないといけないと思いますけども楽しむには楽しむだけの力量が必要でそのためには楽しむだけの余力つまり金を稼ぐ力っていうのはまあ必須なわけですよはいじゃあ最後はねあのまあ、こんな話になってしまいましたけどももうちょっとえぐっていきましょうかね はい。その成功がね、挫折の入り口になるっていうのはどういうことかっていうと、まあ、パソコン一台で自宅でね、自由に稼いで生きていくんだとかね、好きな時間を持って、まあ家族の時間も持ってとか、これ多くの、まあ固定された仕事をしているサラリーマンさんとかには憧れのようなところがあると思いますけども、まあ、ところがどっこいなんですよね。ところがどっこい。 パソコン一台で仕事ができるって、実はね、まあ、むちゃくちゃね、リスクが高いんですよ。どんなリスクかっていうと、要するにインターネットをつないでパソコンの向こう、向こうにはね、ま、くだらない人ばかりなんですよ、本当に。どうしようもない、時間の無駄の誘惑をかけてくる人ばかりなんで、まあ、インターネットでね、あの、いろんな調べ物をしてるときに、まあ、余計な情報が入ってきたりとか、それからこうやって、タカさんと YouTube のやり取りしてきても、動画が終わった瞬間に、おすすめの動画が出てくるでしょ。で、そこに、まあ、 言ってみれば、ね、誘導されるわけですよ。相当センスを磨かないと自分に必要な頭を鍛える情報には行き着かないわけなんですよね。エンターテインメントとか娯楽とか全部これ時間の無駄を誘発するようなものが揃ってるわけですよ。で、そうなると貴重な時間っていうのはどんどん失われていって脳の記憶チップとかはくだらない情報に汚染されていくんですよね。で、しかも立ちが悪いのがそれがくだらない情報だってことがわからないんですよ。 分からないからどん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 犯されていっていつの間にか巻き込まれているってことになります。で、本当に自分が必要なのは特に家族を抱えていたらもう自分の私利しよくなくなっちゃうわけですよね。もう自分の人生なんてもう放棄と言っていいぐらいもう家族を成り立たせるためにやらなければならないんですよね。例えば、まあ高さもそうかもしれませんけどもどう考えてももぎ取ってこないといけないお金があるわけじゃないですか。でもそんなことはね誰も分かってくれないんですよ。誰も分かってくれなくってお父さんは仕事ばっかりねとかね。 まあそう言われるわけでしょ。でそれにも耐えていかないといけないんですよね。<laughs> まあ気の毒なことだと思いますけども、多くの、うん、家庭を支える、家計を支える、まあ未だにね、あの男女同権といっても、ほとんどの場合はお父さんが金銭的な責任とか社会的責任を負って、傷だらけになってると思うんですけども、多分ね、あの、これはね、ずっと分かってもらえないと思いますし、まあ分かってもらえないのを承知で生きていかなくてはいけないと思いますけどもね。だから精神力も鍛えていかないといけないと思いますし、あ、自分のことは分かってもらえないんだなと。 でも、人のことは分かっていかないとなっていう、このね、なんかそれ相反する思考ですから、これを身につけていかないと、まあ自分一人で生きていくっていう、この根幹はできないのかなと思うんですよ。で、自分一人で生きていけるからこそ、まあ人のところまで目が行き届いたりとかね、養っていけたりとかするわけなんですけども。さあ、それでね、あの、まあ家庭があるないとか、一人暮らしで時間があるとか、まあ様々な論争が起きるところですけども、 ことお金を稼ぐことに関しましては、家族がいていいことはまあほとんどないんですよね。えー、というのがやっぱりこう、支払いもかなり増えるわけですよ。で、家族に当てる時間も必要なわけですよ。でそこは多分ね、言わずとも高さも認識してると思いますけども、それでも精神的な喜びとか、あの、お金には変えられないようなね、何を失っても得たいものがあるからこそ、その不利な家族ってものにこだわると思いますし、なんかね、前回もお話し,しましたけども、あの、 結婚できない男っていうドラマがあってねその中で主演の阿部寛さんは結婚は人生の不良三大何不良再建だとか言うわけですよ三大不良再建、えー、つまりは自分は賃貸でもいいのに家族がいるとそこそこの面積の住まいを持たなくちゃいけなくってその責任っていうのはやっぱり大体ねお父さんが負うわけなんですよね家賃とか金利とか契約とか 修繕積立金とか、全部多分一人で考えて、一人で計画して、一人で貯めていくと思いますし、一人で稼いでいくと思うんですよね <laughs>。まあでもね、やっぱりそこまでして、やっぱこう、家族ってものを持ってみたいっていう、そういう本能が未だにあるんですよね、きっとね。まあだからこそ、稼ぐぞって決めても、どっかでね、道に迷うっていうかね、選択が訪れると思うんですよ。まあやっぱ、なんかその、得体の知れない寂しさってものがあるのかもしれないですね。でも 頭を鍛えようと思ったり、仕事をしようと思ったら、基本的に一人じゃないとできないというね。うん。だって、組織に入らずに、一人で稼ぐなんていうキャッチコピー出してるのに、お前家族がいて一人じゃないじゃないかって突っ込まれたこともね、一度は二度じゃないと思いますけども、まあそういうふうなね、矛盾もきちんと抱えながら、そこに、まあ理屈じゃないような理屈もね、打ち立っていかないといけないと。で、えー、とっと、話がね、二点三でしましたけども、あの、成功することがなんで挫折になるかっていうと、成功体験とかね、結構間違っちゃうんですよ、人は。 あ、これが成功体験なんだと思っちゃうんですよ。でも、成功体験っていうのはもっともっと人生の後ろの方にあって、もっと言ったらね、人生が終わらないと何が成功だったかってわからないはずなのに、自分で、あ、これが成功したんだなって思っちゃうわけなんですよね。もしくは周りの人に成功者と言われて、あ、そうなのかなっていうふうに勘違いしちゃうところがあるんですよ。まあ、それがもうすでに挫折の始まりなんですよね。えー、つまり、山登りをしていて、ここが頂上だよっていうふうに言われたから、登ってきました。あ、頂上登ったな。じゃあ降りようかって言ったら、それは頂上でも何でもなかったと。 つまりは人が成功者かどうかっていうのを見分ける力があなたやあなた以外の人にあるんですかってことを考えた時に多分ほとんどの人じゃないわけですよね。ないのに真に受けちゃうわけなんですよ。で今度ね挫折が成功のきっかけになるっていうのをねタカさんがキーワードとして出してくれたんですけどもまさにね挫折の連続を知ることなんですよ。あここが駄目なんだあそこも駄目だったんだここはなんとかしないとっていうふうに日々気づいていけること。 そして気づいたらそれを修復して行動するってことがまさにええー、まあ弁学と言いますかね自分を鍛えることになって自分を鍛えることになればもう他者の情報っていうのは必要なくなるわけなんですよええー、どんな状況にあっても自分が立ち向かっていけるからですよねでも相手の振りを見て戦い方を決めるとかね攻略方法を決めるっていううちは他者の情報が必要なんでじゃあ,あ今まで出会ったこともない人に対しては無力になっちゃうわけですよね、まあ、そうではなくてもう無限の 対応力を持って柔軟性を持って高度にえまあ臨機応変さを扱っていくっていうことになってくるのかなと思います。うん、まあ、そうですね。まあ、ここら辺はね。あの概念の話になってきますので、こうだという風うな短い言葉でバスッと伝えることはできませんけども、まあそれでもなんとかお話しするとしたら、挫折の連続がまさに成功の糸口になるんではないかなってことです。 問題なななく生きててるる人にははまあ、ずっっと訪れいいいいんじゃないですかそののわゆる成功っていうのはねもしくはその何の問題もなく生きてる暮らしっていうのが誰かに一方的にもたらされている状態っていうのはもしかしたらあるかもしれませんけどもそれはかなり幸運なことかなと思います私たちも今ねあの戦争のない世の中に住んでますけどもでもこれも戦争を終わらせてくれた80年前の人のね功績が多かったってことなんでしょうねきっとね。うーん あちょっとね戦争の話になるとまた長くなりますんでこの辺で終わっていきますけどもさあ今回ね気になる男なんですけども37話あの、まあ、いろんなあ考えの勘違いをめくってみたんですけどもまあでもこれも響かない人がいると思いますので次回ね38話のタカさんのもう心をえぐるようなねそんな動画に期待したいと思います素晴らしい38話お待ちしております